あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。メルキド高原、すべてを破壊された大地。めっちゃモンスターおる。うわ、すごい。あれはゴーレムかな、さっきの。お、私か、これ。ここはかつてメルキドと呼ばれていた場所。遥か昔、この地には固い城塞に囲まれた巨大な町がありましたが、魔物との争いでそのすべてを破壊され、今や見る影もありません。アユナよ、あなたが持つ物を作る力で、ここに新しいメルキドの町を作り上げ、アレフガルド復活への第一歩とするのです。メルキドが作れる。そのためにあなたにはこれを渡しておきましょう。どれ？うお、びっくりした。いきなりなんか声が出たんやけど。何あれ、なんか天に光が昇って生きよるよ。その希望の旗を持って、あそこに見える光差す地を目指しなさい。その旗はこの地で魔物と戦った人々が最後まで掲げていた旗です。あの地に希望の旗を立てれば、光が溢れ、メルキド復興の拠点となるでしょう。あ、拠点の印ね。さあ、あの光の元へ向かうのです。希望の旗を手に入れた。さあ、向かうか。じゃあ。うお、びっくりした。高いところに気をつけて、高いところから落ちるとダメージを受ける。お、ダメージ受けるんや。足場を作るか降りられる場所を探して焦らず下に降りていこう。え、あ、ほんとや、ヒットポイント減っとる。ちょっと、そういうことは先に言ってよね。あれか、実際に体験して覚えろ的な感じね。お、なんかちょっと階段とかあるやん。この場所に、お、シューンって。おー。旗を立てた。あ、何、あ、四角い感じで浮き出てきたね。暖かい光が溢れ出した。この中に作っていくってことか。光に導かれ、人間たちが集まってくるはずです。ほら、早速。え、早速人来るん？拠点ができた。希望の旗を立てた場所が街の中心になる。作り上げた街の繁栄度は、左上のキャンプゲージで確認しよう。キャンプゲージ。はぁはぁ、あれが繁栄度な。あ、走ってきた。めっちゃ走ってきたよ。話す。この旗一体何だろう？え、てかさ、旗を立てた途端に走ってくるってどっから見張っとったんやろ。周り草原なんやけど、ただ単に。それにこの場所、なんだか不思議。とっても明るくて、すっごくあったかい。私はピリン。あなたは？何？住人からのお願い。しかも早速？住人の頭上に表示されるびっくりマークは、何らかの頼み事があるサイン。住人に声をかけて話を聞いてあげよう。え、走ってきていきなり依頼？しかも超動くやん、この子。え、この旗、あなたが立ったの？あなたは誰なの？あなた一体どこから来たの？めっちゃ質問攻め。こっちこそ聞きたいわ。あなたは誰だ？え、記憶がない？精霊の声に導かれてここに来た？頭の中で声がするなんて、なんだかものすごく怪しい感じだけど、まあね、ちょっとね。おかしい人よね。この場所、あったかくて気持ちがいいし、私、ここに住んでみようかな。こんな荒れ果てたとこに。まあでも、それまでその辺の草原に潜んどったっていうならね。アユナ、いくらあなたに物を作る力があっても、メルキドを一人で復興するのは難しいでしょう。あ、まだ話すんや、精霊。まずは、町を再建する仲間となり、人々が住むための部屋を作るのです。あ、もうすでに現金あるんやね。そこに扉だけの残された壊れた家があります。壁の隙間を土で埋め修理してみましょう。ブロックは L1 ボタンを押しながら置くと1段上に、 R1 ボタンを押しながら置くと1段下に置くことができ、ボタンの長押しで連続しておくこともできます。さあ、この土を使って壊れた家を修理するのです。なるほど、土を5個手に入れた。ありがとう。ここね。で、この隙間を埋めていけと。あ、間違えた。これで上に。なるほど。こんな感じ。なんかマインクラフトのドラクエ版っていう感じなんやけど。お、うわ、達成したったにめっちゃダッシュで走ってきた。怖っ。
うわーすごい、ボロボロだったお家の壁が直ってる。町のどこにおってもこいつは見張ってるんだな。え、土を置いてあなたが修理したの？頭の中で精霊の声がするとか、少しおかしい感じの人だとは思ってたけど、壊れたお家を修理できるなんて、あなたは不思議な力を持ってるんだね。土を置いただけだよ。はい、これ。お家を直してくれたお礼だよ。ここに来る途中に拾ったんだ。何？クエストコンプリート。白い花びら。え、家の壁を直したら、ただ単になんかその辺で拾った花びら？なんてしょぼいもの。壊れたお家を修理できるなんて、あなたってやっぱり不思議な人だね。どうしてあんなことができるの？さあ、なんか私一人が物を作る力があるらしいよ。そうそう。え、自分には物を作る力があるって？物を作るって何？その概念がないってこと？アイナ、私の言葉を覚えていますか？なんかいつも急激に出てくるよね。この世界の人々は物を作る力を失った人々。人々に物作りを伝えるのもあなたの役割なのです。あ、伝授できるん。せっかくお家を修理してくれたけど、明かりがないとお部屋にはできそうにないね。明かりって言っても、松明はこの近くに落ちてなさそうだし。松明って落ちとるもんなん。旗の近くにある石の作業台を使えば松明を作ることができそうです。そっか、作る概念がないってことは何でも落ちとると思っとるってこと？無理やろ。この素材を使って松明を作り、彼女に見せてあげると良いでしょう。青い油を手に入れた。青い油？太い枝を手に入れた。おう、これで作れるわけね。よいしょ。なんかまあ、お、乗ってしまった。すごいね、ちゃんと作業台やん。松明。マインクラフトのドラクエ版って感じらしいけど、私マインクラフトやったことがないんよね。松明は5個作った。でも、絵はね、多分だいぶ綺麗やと思う。あ、ごめんね。見せるんだったっけ、そういえば。ほい。あ、その松明。どっから見つけてきたの？めっちゃ近いよね。顔燃えよるよね。やばい。え、見つけてきたんじゃない？これをあなたが作ったって？そっか。周りにある素材から物を生み出すことを物作りって言うんだね。そうそう。ありがとう。私少しだけ分かった気がするよ。本当に？ひょっとしてこういうものも役に立つ？必要だったら私も集めてみるよ。どれどれ、クエストコンプリート、太い枝。お、ありがとう。どこに持ってるのそれ、拾いに行ったの？まだびっくりマーク出とるやん。そういえば、あなたの名前まだ聞いてなかったよね。あ、まだか。それなのにどんどん依頼を。へえ、アユナって言うんだ。なんだか全然特別な力がある感じの名前じゃないけど。特別な力がある感じの名前って何？スペシャルなんとか、ローリングなんとか、そんな感じ？うん、でも人は名前じゃないって言うもんね。そんな言葉は初めて聞いた。人は見た目じゃないは聞くけど。そうだ、ねえねえアユナ、せっかく作ってくれたその松明、お家の中に置いてみようよ。二段以上積み上げた壁と夜を照らす明かり、そして扉があれば部屋が完成します。すげえ簡素な部屋やけど。作ったものは三角ボタンで置くことができます。早速家の中に松明を置いてみましょう。なるほど、この中に松明をこの辺に置こうか。あ、もしかしてこの草ですらもダメなのか。お、なんか手に入ったよ。初めて丈夫な草を手に入れた。へえ。じゃあここ置くよ。空き部屋が完成した。部屋できた。こんなの部屋って言うのか、床もないけど。うわー、走ってきた走ってきた。怖っ。やった、明かり置いてくれたおかげで立派な部屋になったね。立派な部屋なんやこれ。屋根もないしね。あゆな、やっぱりあなたってすごい。特別な力があるって本当なんだ。さっきまでは信用してなかったんやね。どっちかというとぼんやりした顔だし、特別な力があるようにはとても見えないけど。うるさいな。ううん、でも人は見た目じゃないって言うもんね。まあそれは言うかな。あゆな、本当にありがとう。今日からこの部屋で私と一緒に暮らそうね。え、マジで私も暮らすのここで。クエストコンプリート、命の木の実。お、部屋ができた。
2ブロックの高さの壁で囲んだ空間に扉と明かりを置くと部屋になる。あ、それだけで部屋なんやね。でもあれちゃんと床あることない。あの見本。部屋作りの基本として覚えておこう。ふんふん。ん、またびっくりマークが。ねえ、あゆな。あなたのおかげで立派な部屋ができたけど、部屋には夜になったら寝られる場所があるともっと素敵だと思うんだ。めっちゃなんか、リクエスト多いんだけど、この子。あなたの力で何か作れないかな？素材を集めて寝具を作り部屋に置いてみましょう。ベッドってこと？部屋の中に置いたベッドで眠ればいつでも体力を回復することができます。寝る場所は2つあると嬉しいな。だって寝る場所が2つあればアイナの隣で寝られるもん。おー。さあアイナ、今度は自分で素材を集めてわらベッドを作り部屋に置いてみるのです。わらベッドは丈夫な草があれば作れるでしょう。ベッドの作り方は、おや、どうしたのです？ん？何？なんかひらめいた。わらベッドをひらめいた。ひらめいた？今、天の声に教えてもらったんじゃないの？天の声っていうか、精霊に。レシピ？わらベッド。丈夫な草が3つ。持っている数1。あ、何が何個いるとかそういうやつが、教えてもらんでもわかるようになったってこと？看板に文字が綴られている。魔物はいつもこの方角からやってくる。ここに城壁を作り、町を守るのだ。マジでこっちの方角から来るん？随分昔に建てられたものらしい。かつてここに誰か住んでいたのだろうか。まあ多分ここかつてのメルキロだと思うから。めっちゃドラキーとかおるんやけど。丈夫な草ってどれなんやろ。あ、これ？あ、なんか微妙に色が違う草ってことかな。まあ丈夫だし。三ついるんよね。今あれが、これで二つってことやったけん。なんかなかなか生えてなくない？生えてないよね。この辺のとかも取れるんか。あ、これが花びらになるということか。あ、あの辺。あの辺だ。ほら、この辺いっぱいある。とりあえず取っとこう。ほい、丈夫な草ゲットんで、わらベッド。間違えた。あ、そっか。二人分いるんやっけ。あ、でも7個ある。作れる作れる。オッケー。わらベッド。作る。わらベッドを1個作った。これもしかして、まとめて作ることもできるんかな。まあいいや、一個ずつ。わらベッドを一個作った。よし、これで、さっきのとこに、設置しに行けば、よいしょ。じゃあ、こっち側かな？ほい。この辺に、あ、両端に作ろっかね。作ろっかね。よし。これで、わらベッド。これ、ベッドなの？はい。めっちゃなんか普通にゴザみたいなんできたけど。わらベッドのし、え、ね、寝屋？寝置く？を初めて作った。わらベッドを並べただけの二人用の寝室。できたよ。うわ、走ってきよる、走ってきよる。扉すり抜けたね、今。はい。離す。めっちゃ近づかんかったら離すボタン出てこんのや。すごい！寝る場所を作ってくれたんだ。ありがとう、アユナ。いえいえ。昼間や夜、部屋の中に置いたベッドで眠ることで、体力を回復させることができます。日が落ちて夜になれば、視界も悪くなり、強力な魔物がたくさん現れることでしょう。夜はなるべく拠点に帰り、部屋の中のベッドで眠って朝を待つのです。拠点の中にはモンスター入ってこんのかな。それにしてもアユナ、自分の力でわらベッドのレシピを思いつくとは、あなたには私が与えたものを作る力だけでなく、物を作る力はこいつが与えてくれたの。素材から何かをひらめく才能もあるようですね。素晴らしい力です。その力はこれからの街づくりにも役立つことでしょう。ねえ、アユナ、大丈夫？ひょっとしてまた精霊の声がしたの？目がうつろで口が半開きだったけど、すごい間抜けな状態やね。ほら、アユナ、ちゃんとして。ぼーっとしてたらすぐに時間が経っちゃうよ。時間の流れを感じ始めた。
さっきまでは感じてなかったんや。クエストコンプリート。太い枝。時は流れゆく。素材集めや部屋作りの間も時は流れ、いつか夜が来て、また朝が来る。現在の時間帯は右上の時計で確認しよう。お、時計が。まあ、じゃあ、今回は、ベッドを作りましたっていうね。この辺で終わっておこうか。アップすぎる、これ。まあ、こんなもんか。はい、じゃあ今回はこの辺で終わっておこうと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを変えさせていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。こういう感じで依頼をこなしていくんやね。